三宅坂の愛称で知られた社民党本部が老朽化で移転します。数々の政局の舞台となった半世紀の歴史に幕を閉じます。社民党本部ですが、ネットに覆われてかなり錆びている部分もあって老朽化しているのが分かります。社民党本部は去年、耐震診断の結果が即時使用禁止レベルとなった。山は動いてきた。社会党土井委員長の時代にはマドンナ旋風を巻き起こし、200人を超える国会議員を誇った。村山富市さんを内閣総理大臣に指名することに決まりました。1994年には村山総理が誕生。社会民主党団結を頑張ろう。その後、社会党は党名を社民党に変更。しかし党は分裂、少数政党に転落した。1964年に建設された社民党本部は意外な使われ方もされた。屋上をミツバチ飼育のために貸し出したり、レトロな雰囲気を生かしてドラマ相棒などのロケ地としても使われた。移転では解体費が1億円以上かかるほか、思わぬトラブルもあった。胸像ですが、台座を含めると180センチ以上、かなり重厚です。視察された浅沼委員長の胸像が重すぎてそのまま移転させられず、台座を取り外すことになった。移転先の広さは10分の1ほどになる。新しいところにまた多くの人に来ていただいて、社民党として頑張っていきたいというふうに思っております。